今度の任務は少し厄介ね。厄介って何が？これを聞けばわかるわ。おはようございます。国連治安維持軍南方面司令部です。出撃要請とその内容をご連絡します。 VMI が金属採掘権を持つイーストフィッシャーバレー採掘場にて大量の資材の搬入とレーダーサイトの設置が確認されました。かねてより遺跡技術の兵器転用の嫌疑がかけられている VMI ですが、場所及び時期から推測して同社技術部による兵器研究の新規施設と推測されます。本軍の爆撃部隊による攻撃に先立ってレーダーサイトを機能を停止させてください。このイーストフィッシャーバレーってすごい崖だね。人間が作ったものとは思えない。近世文明の遺跡の一つとも言われているわ。今の人類が作ったものではないのかもね。おいおい、今さらそんな噂話の類を本気にしとるのか？噂話じゃないからここまで大騒ぎになっているのでしょ。この星の大規模建造物のうち人間が作ったのは軌道エレベーターくらいじゃない。自然にできたものだったとしても、もしくは何者かが遥か昔に作り上げたのだったとしても、このエネルギーとテクノロジーを兵器に使おうと考えても不思議ではない。ああ、話が逸れてしまったけれど、本日昼から夕方にかけて現地には大雨警報が発令されております。この雨によりレーダーの探知能力が制限されている隙に低空より短期で侵入し反撃を受け、短期って援護はなしってこと？そうよ。幸いレーダー以外の対空兵器は少ないようだけれど、やめた方がいいんじゃないか。今の私たちは仕事を選べる立場ではないのよ。それに今回の依頼は少し特殊で、軍の管制ネットワークへの出、まさか軍のネットワーク？その通り。あちこちで戦闘が起こって情報が錯綜しているはずだから、バックドアの一つぐらい置く隙もきっとあるはず。確かにチャンスかもしれんが、そううまくいくかな？それはやってみてからの。ハッキングが成功するといいけど。
ただいまより空爆を開始する。岩盤より離れろ。周りに爆撃部隊なんていないけど、渾身か何かじゃないの？着弾30枚？なんだそれは。危ない、離れて。どうした、無事か？今空から隕石みたいなのが降ってきた。今の爆発が軍の空爆だったみたいよ。攻撃成功、データリンクを維持せよ、ですって。さっきの空爆は何だったんだ。ミサイルにしては速度が速すぎるし。全部同じ方向から飛んできてたみたい。完成のログには残ってるの？もちろんデータは取ってあるわ。お、それなら正体がわかるかもしれないな。大砲だと想定して弾道を逆算してみたわ。発射場所は第3テラストラクチャ上空5万メートル、初速はマッハ10以上。その高さだと軌道エレベーターの第二プラットフォームがあるぞ。あ、この前私が護衛した貨物便のエレベーター、あの中身って今日使った大砲だったのかも。そう考えるのが妥当ね。射程2000キロ以上の大砲だもの。あれだけの大荷物になっても不思議ではないわ。しかし軍はとんでもないものを作ったものだ。でも威力が中途半端なのよね。そもそも強い武器で相手を脅すという前時代的なやり方が通用するところではないと思うし。私の仕事は減らないってことね。